Shiro! Hideyoshi! 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 Hideyoshi, Doro! すら忘れたか。泣けよ。泣けるだろ、三成。聞こえるか。城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らん。俺には俺のやることがある。 君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。 だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方が。 北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。 そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康は すぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の将、関ヶ原の戦い。 家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。
俺の軍略披露しましょう。立花の戦に負けはない。 もはや殿と清正さん、正則さんの関係修復は不可能。裏で暗躍しているのはおそらく藤堂高虎。あの男は己が主のためならどんな手でも使うだろう。たとえかつての友が窮地に陥ろうと。子飼いが分裂したことで 時代の流れは大きく徳川に傾いたな。俺は殿に言上したんですよ。家康一人殺せば刀がつくと。でも殿は全く耳を貸さない。正々堂々と決戦するだそうです。決戦する戦力も人望も賞賛もないのに、一言で言えば意地っ張りの大馬鹿です。今更ながら 俺と殿を結びつけた人を恨んでます。ねえ、義経さん。<笑>安心しろ。俺も最後ぐらいは流れに抗おうと思っている。そいつはよかった。意地っ張りでも3人揃えば何とかなりますかね。 お嬢、また意外な場所で王たものよ。立花は博打を打たず手堅く家康狸につくと思うていたがな。豊臣に恩があるゆえ三成についたまで。立花は受けた恩を忘れぬ。無論受けた屈辱も。怖い怖い。この首東軍に取られるやら西軍に取られるやら。 安心しろ。立花は味方の背中を切る真似はしない。だが死ぬ気で戦え島津。戦を放棄した戦屋に価値はない。その時は容赦なく屈辱を晴らすぞ。お嬢、それは激励か。関ヶ原に季節外れの雪が降りそうだ。<笑>ちょうどいい。勝利の宴は 決戦だ。俺の軍略のすべて断ち切るとしましょう。どけませんね。大切な主、打たせるわけにはいかないんでね。天下を定める大一番よ。皆心を一つにして天を打ち破らん。 秀吉様の恩を仇で返すと、その不義、俺が正してくれよう。おまさと喧嘩しやがった。一人で走りやがった。
綾瀬で捜す。松の上に陣取る小早川の様子がおかしい。奴が裏切れば即西軍本陣に向かう。本陣が襲われればこの戦は終わる。 Yeah.
囲まれておいて軍を動かそうに動かせんのまったくこの後に及んで殿の尻拭いをすることになるとはね。はいぞ。 Yeah!
勝利条件変更。
家康に過ぎたる者まで引っ張り出せば、ここで踏ん張れば俺の軍略は当たる。手加減なしだ。レイクさん、黙らせときますよ。 なんでね。 石戸三成か。この者三成か。土地の者ならわかろう。偽らば親族ともども皆殺しだぞ。答えよ。この者は三成だな。余計なお世話だ。 秀吉様、今参ります。